仙台市電は宮城県仙台市にあった路面電車である。1926年11月25日に開業し、1976年3月31日まで営業した。主要な路線として仙台市の中心部に環状の路線があり、加えて四方へ伸びる支線を備えていた。開業当初から公営であり、廃止時点で 仙台市交通局がこれを運営していた。仙台市は1907年から上水道整備、電気事業、宿改正、市外電車付設、公園設置の5大事業を推進した。しかし、市外電車事業は道路の拡幅や新設、そして多大な経費が必要な難事業であり、その実現には時間を要した。1918年、 仙台市は交通調査委員を設け、東北帝国大学教授の部、藤森勝に調査を依頼した。武藤は仙台市電気鉄道調査書を作成して市に報告したが、これは後の市電とほぼ同じ一周線、長松線、原町線からなる路線を提案するものだった。1920年に市会が市内電車急設を求める決議をした。 市営電気事業の市街部分を宮城県に売却することになったため、その収入を当て込んで、1923年3月の市会でようやく具体案が採択された。総額265万円と見込んだ設置費用は、電気事業の売却益のほか、資材と寄付に頼った。この年、仙台市は、軌道の特許を取得し、1925年に、 着工した。工事は順調に進み、1926年11月25日に仙台支電は営業を開始した。この時の路線は、鉄道省の仙台駅前から南町通りを経て、当時の大町一丁目へ至る路線と、やはり商船の仙台駅前から荒町へ至る路線の合わせてに系統があった。車両については、 川崎造船所製の木造四輪、単車重量が用意され、五両が大町系統に、三両が荒町系統に当てられ、二両が予備車となった。市電の開通は盛大に祝われ、紅白饅頭が配られたり、電柱に国旗が掲げられるなどした。花電車の運行もあった。開業した11月中、1日あたり、 平均8590人の乗客が主電を利用した。1927年4月に大町から大学病院前までの区間が開通して環状線の半分が完成した。同年10月には仙台駅前から北方向の光前寺通りへ路線が伸び、12月に県庁前まで1928年3月に大学病院前まで開通して、 これによって循環線が完成した。4月に南町通りから場所の辻までの短い支線が竣工し、これによって仙台市電の第一期分の工事が終了した。開業時の運賃は3区制であり、1区間につき4線だった。1927年11月からは全区間5線で乗れるようになった。回数券と通勤回数券が用意されたが、 定期券はなかった。市電の建設は、街路の整備と密接な関係を持って行われた。これ以後に行われる市線の整備も、やはり街路の整備と合わせて行われることになる。1927年頃の仙台市及び、近郊地図。循環線、場所の辻線、及び荒町までの路線が実線で図示されている。第一期工事完了時の姿である。 計画路線は、点線で表されている。第一期工事が完了した1928年、仙台では、東北産業博覧会が開かれ、仙台市電はこれへの旅客輸送で活況を呈した。この年の仙台市電の1日平均乗車辞任は2万5千人だったが、翌年には、乗客数が減少に転じた。当時、日本の景気は悪く、加えて、タクシーの進出や、 バスを運行していた仙台市外自動車との競合が仙台市電の経営を悪化させた。市電は運行本数の増加、回数券の実質値下げ、贈答用回数券の発売などで経営改善を目指した。また、根本的な経営改善策として長松線、北仙台線、八幡線、原町線といった第二期線の着工が行われることになった。 仙台市電は1930年に特許を得て、1932年に、まず、長町線の建設に着手した。長町線は、船亭河原町と伸び、その都度工事が終わったところまで電車が運行された。そして1936年に、商船の長町駅前までの全線が開通した。長町には、秋保電気軌道があり、市電は、 秋保電気軌道との連絡乗車券も販売した。また、長町線の全線開通と同じ年に、循環線沿線の表情瓦に、仙台市動物園が開園した。これは、市電を所管する仙台市電気水道事業部の事業だった。仙台市は、市電の乗客数を増やすために、沿線で、農業大会や祭りなどを催していたが、 期間限定の採事ではその効果も限定的であるため、工場的な集客策として動物園を設置したのである。長町線の次に着工されたのが北仙台線である。北仙台には仙台鉄道の路線がすでに付設されており、これが市電の計画線と交差していた。北仙台線は国から 仙台鉄道との立体交差を求められていたが、費用上の問題から、市電は平面交差を仙台鉄道に申し入れた。これに対して、仙台鉄道は、市電側の費用負担を条件に、仙台鉄道の起点を通り町駅から北仙台に移す案を示し、この案が採用されることになった。こうした経緯を経て、1937年10月に、 小泉の北仙台駅前まで全線が開通した。この時期、日本は日中戦争に突入した。北、仙台線の次に着手されたのが、八幡町線だったが、戦争の影響から軌道の建設に必要な資材が不足し、伏線だった予定がひとまず単線での建設になった。土橋通り、八幡町と順に路線が伸び、1941年10月に、 滝前日元までの全線が開通した。第二期線の中で最後に残った原町線は原町新潟岳に東京第一陸軍造兵賞仙台製造所が設置されたことから陸軍から早期の開通を求められていた。原町線は八幡町線と同様に伏線から単線に変更の上で1942年に着工された。しかし、 資材不足が著しく、特に東北本線をまたぐ下境院橋の建設が遅れ、戦中に原町線が開通することはなかった。戦争の影響は市電の運行にも影響を与えた。戦時下でガソリンの統制が行われるようになると、バスは円滑な運行ができなくなり、それに代わって市電が市民の足となった。しかし、資材不足から、 車両の修繕が満足に行われず、乗客数が増えたのに対して、市電の運行本数は減少して、電車は乗客で溢れ返った。軍需工場があった長町への行為に輸送のために、長町線には重点的に車両が投入された。一般客が乗車の自粛を求められたり、学生が徒歩通学を奨励されたりもした。 また、軍隊への招集や軍需産業への転職のために、市電の乗務員に欠員が出るようになり、人員不足が状態化した。仙台市電は1937年から女性車掌を採用していて、運転士が不足するようになるとまず男性車掌を運転士に移動させ、それでも運転士が足りなくなると、女性車掌も運転士とした。1944年には、 仙台工業学校の生徒が、市電車両の運転研修を受けたが、彼らが正式に運転士を務めることはなかった。市電は、通常の営業時間外に、食料や防空壕の建設資材を運んでいた。一方で、短い視線だった、場所の辻線では、金属類回収例により、レールが撤去された。空襲が予測されるようになると、車庫の他に、来た 仙台線と八幡町線の終端長町で接していた秋保電気鉄道の引き込み線に車両が分散して流通された。1945年7月10日未明の仙台空襲ではちょうど2両が走行中だったが、これらを含めて車両は被災を免れた。一方で軌道や河川、信号扱い所などは被害を受けた。被害がなかった。 荒町以南の長町線では空襲翌日から電車が走り、8月3日からは循環線の南側部分で単線運転が行われた。そして、8月20日に市電全線は復旧した。だが、戦時下で維持に資源を割かなかったために、設備の劣化が進み、全保有者51両のうち18両が稼働可能、7両が修繕可能、 その他は運転できない状態だった。空襲で焼け野原となった仙台市街を走る仙台市電工事が地帯していた原町線は終戦後の1946年に筒子が丘までの区間が開通し1948年5月に陸前原の町駅前までの全線開通を迎える。戦後、全線で電車の運転が行われていたものの本格的な復旧には 時間を要した。資材不足や物価の高騰などが復旧計画を阻んだ。1947年から国の補助金を受けられるようになり、軌道の改修や車両の修繕及び増備が進んだ。1948年には仙台市電の車両としては、初となるに軸ボギー車のモハ100軽電車が落成し、後に増備されていった。 またこの頃、市外の主要道が整備され、これと並行して進められた軌道の改修は1950年までに完了した。単線として開通した原町線は1952年8月に複線となった。原町線沿線には、新中軍の中屯地や仙台地方仙台局、国立仙台病院などの施設があり、加えてこの年の秋に宮城野原、 公園総合運動場などで行われた第7回国民体育大会に合わせて輸送力増強が図られたのである。また、同じく単線だった八幡朝線も市民の要望を受けて1954年8月に複線化された。この頃の仙台市電は1日にお,およそ9万人の乗客を運んでいた。この間、仙台市電は仙台市営バスともに 仙台市の交通事業局が所管するものとなり、交通事業局は1955年に仙台市交通局となる。市電事業は黒字を続けていたが、1958年度に赤字に転落した。これは利用者が減ったのではなく、職員の賃金上昇を運賃値上げでカバーしきれなかったためと、割安の定期券利用者が増えたためである。 1960年代に入ると、急増した自動車によって、市街地の道路では、渋滞が発生するようになった。禁止事項であるにもかかわらず自動車の起動時期への侵入が起こるようになり、これが、市電の定時運行を妨げた。市電は、交通機関としての信頼を失い、1964年度の1日、平均99,670人をピークとして、 乗車人員は減少に転じた。1966年には起動時期への自動車の侵入が認められるようになり、市電の定時運行はより困難なものとなった。この年、仙台市は交通事業再建後可燃計画を策定し、その中で人件費の削減及び市電北、仙台線の廃止を決めた。北、仙台線があった道路の交通渋滞は、 特に激しく、また来た、仙台線の利用者の減少が著しく、それらが廃止の理由として挙げられた。人件費削減のため、1966年に、車掌による、料金徴収を止めて料金箱に入れる方式に、してから、1967年に車掌を乗せない、ワンマンカーが導入された。1968年9月の市議会に、来た。 仙台線の廃止に関わる議案が提出されると反対派が議場に乱入して議事が滞った。こうした激しい反対運動があったが、北仙台線は1969年3月末をもって廃止された。1970年には全社がワンマンカーとなり、また残された多路線では初電の繰り下げ、終電の繰り上げ、 休日ダイヤの導入など合理化のために運転本数が削減された。そのため、乗車辞任が前年比で9割という状態が続いた。1973年度の平均乗車辞任は1日、あたり4万4000人で営業係数は150だった。この年、仙台市は市電問題協議会の議論を参考に、仙台市電全線の廃止を決定した。 1975年、市議会で、市電廃止議案が可決され、市電の営業は、翌年の3月末までとされた。市電の代替として、グリーンバスの運行が決められていたことから、廃止に対して激しい反対は行われなかった。1976年3月20日から、別れの装飾をまとった電車が現れ、29日以降、運賃は、不要となった。 記念乗車券が発行され、市電廃車を惜しむ乗客がこれを受け取った。また、北二番町車庫を代替バス車庫に転用するため、最終日を待たずに全車両が長町車庫に移った。営業最終日である31日、市電の全職員が出勤し、全車両を通常のワンマンではなく、車掌を乗せたツーマンで運転した。朝のラッシュ時間帯で、 通常の運輸営業は終了し、9時頃から各車両が長町車庫へ入庫した。長町車庫に入庫した一部の電車は代替バス用のスペース確保のため軌道から脱線させられ地面に直接置かれた。そして、それぞれの終点から別れの装飾電車が就業記念式典を行う県庁市役所前へ集合し、1万人の人々に見送られた。 この4両が長町車庫へ入庫して半世紀の渡る仙台市電の運行は終了した。運行終了後の停留所には市電廃止を知らせる支電は終わりました。長い間ありがとうございましたと書かれた張り紙が貼られていた。使用されなくなった支電の車両のほとんどは解体処分となったが5両が長崎電気軌道に譲渡され5両が保存されることになった。 また、使用されなくなった線路は、諸々で撤去されずに上からアスファルト舗装で隠されたものの、自動車のスパイクタイヤで舗装が真滅するたびに顔を出し、そのたびに撤去や再舗装されることが1980年代頃まで続いた。仙台七家鉄道在線工事でも、舗装下に残された軌道時期跡が撤去された。1991年。 仙台市電に関わる車両や資料を展示、保管する仙台市電保存館が開館し、保存者がここの展示物となった。廃止時点のもの。特記以外は1976年4月1日、廃止。仙台駅前中央三丁目郵政局前から、一番町郵便局前から高等裁判所前から、片平一丁目検察庁前から、大町西公園前引く。 市民会館前から、交通局前引く、大学病院前から木町通り2丁目の2日町、県庁市役所前引くレジャーセンター前から、西木町下教員中央1丁目仙台駅前、循環線は仙台市中心部の環状路線である。ただし、循環線内のみを、東京の山手線のごとく環状運転する系統は、なかった。 市電開業当時の仙台市の中心業務地区は、場所の辻を中心とした国分町通りや、仙台市役所や宮城県庁などがある、高等台等であり、その他東北帝国大学本部、東北帝国大学医学部附属病院、西公園を除けば、循環線の沿線は概ね住宅地であった。しかし、循環線の開通により、沿線の南町通り、 高等大通り、駅前通りなどの業務、商業地下が進み、現在の都心部の基盤を作った。市電建設前には、現在の西公園通りと呼ばれている道の北端は、北一番町だったが、市電建設の際に北四番町まで延伸された。市電の廃止後は、長町や田町を結ぶ位置、に系統が、グリーンバスとして運行されるようになった。 1987年7月、仙台市営地下鉄南北線開業による、系統再編で、中央循環に変更され、同区間を走っていたが、1997年に、廃止された。また、近年まで、仙台駅前から、交通局大学病院前引く市営バス川内、営業所前の路線がそれに似た形で運行されて、いたが、2015年12月6日、 仙台市地下鉄東西線開業による路線再編で全線が廃止され、現在、仙台駅前市民会館前、交通局大学病院前引く、大学病院前下後、市電の路線に沿うように運行する公共交通機関はなくなった。木町通北4番町角には、市電の信号扱い所があり、市電の廃止後にここは、木町通行番となった。 中央三丁目鉄道管理局前から五津橋から、荒町日赤病院前からあたご橋石垣町、船底河原町広瀬橋長町一丁目、長町三丁目長町市所前から、長町駅前長町市所前から、長町車庫長町線は循環線から南へ伸びる路線で、市中心部と長町を結んだ。長町では、東北本線を呼び、 秋保電気鉄道と乗り換えることができた。江戸時代には仙台城下町から欧州街道を江戸方面に登ると最初の宿場町が長町宿だった。仙台城下の欧州街道は南町の南端から広瀬橋に至るまでクランクの連続だった。この付近には長町線の新設に伴い広瀬川に沿う直線道路が作られた。市電の廃止後、 長町やわ町を結ぶ位置に系統はグリーンバスとして運行を続けた。1930年頃の場所の辻、場所の辻駅が見える。郵政局前引く東一番町場所の辻場所の辻線は、循環線の南町通りから循環線の内側の場所の辻までをつなぐ短い路線である。この路線をさらに北へ延伸する構想もあったが、 着工には至らなかった。馬蕉の辻線の不設に伴い、現在の国分町通りの南町部分が、拡幅されたのに対し、軌道が敷かれなかった、馬蕉の辻より、北側の区間は拡幅されなかった。二日町北六番町電波管理局前引く北八番町児童、相談所前から、堤通り北仙台駅前北、仙台線は循環線から、 北方向へ伸びる路線で、市中心部と北仙台地区を結んだ。北仙台では、仙台鉄道や仙山線と乗り換えることができた。三つの鉄道路線が集まった北仙台は、仙台の北のターミナルとして発展した。なお、仙台鉄道はもともと通り町駅を起点としていたが、仙台市電との平面交差を回避するために、北仙台駅に起点を移した。また、 江東大通りの北端はもともと北四番町だったが、北、仙台線の不設に伴い北側へ延伸した。北、仙台線の廃止後、この路線は市営バス系統として再編された。一部は通学対策を兼ねて、北仙台駅川内亀岡線として運行された。仙台北警察署が立つ場所は、かつての仙台市電の倉庫跡である。 大学病院前引く、厚生病院前引く、八幡一丁目八幡二丁目八幡神社前、八幡朝鮮は循環線から西へ伸びる路線で、市中心部と大崎八幡宮の門前町である、八幡町を結んだ。大崎八幡宮で、ドンと祭りが行われる日には、八幡朝鮮は、バスと共に、臨時の増発ダイヤで運転されていた。八和朝鮮開通前は、 ヤワタ町へは北三番町のみが通じており、山形県方面へ通じる、作波街道として機能していた。北四番町の西端は、土橋通だったが、ヤワタ町線新設に合わせて、北四番町は拡幅され、土橋通より西側へ延伸された。下京院小田原一丁目時は木学園前から、小田原二丁目つつじが丘気象台前から、 総合グランド宮城野中学校前引く、五輪一丁目国立病院入り口五輪二丁目、原町駅前、原町線は循環線から東へ伸びる路線で、市中心部と原町地区を結んだ。原町線の終点、原町駅前では、仙石線と乗り換えることができた。江戸時代には、仙台城下町から石巻街道を下ると、最初の宿場町が、 原町塾だった。原町線の布設に伴い、旧街道と並行する大通りが新設された。この大通りは、家京院通りから伸び、筒子が丘付近で、旧街道と交差し、原町へと続いた。これが、幹線道路として、国道45号となる。市電廃止当初、グリーンバス、原町循環が運行されていた。しかし、 運行区間の中途半端さから利用者は低迷し、既存の市営バスつばめ沢線と統合を、交通局循環線となった。現在は、東仙台営業所仙台駅に戻り、循環運転はしていない。長町駅前中央三丁目仙台駅前、県庁市役所前引く、大学病院前から、八幡神社前。 長町駅前中央三丁目、一番町郵便局前から、交通局前引く、大学病院前から、八幡神社前北仙台駅前二日町、県庁市役所前から、仙台駅前一番町郵便局前から、交通局前引く、大学病院前から二日町北仙台駅前来た、仙台駅前二日町交通局前から、一番町郵便局前から、 仙台駅前県庁市役所前から二日待ち来た。仙台駅前広瀬橋中央三丁目。仙台駅前県庁市役所前引く。大学病院前から、八幡神社前。広瀬橋中央三丁目一番町郵便局。前から、交通局前引く。大学病院前から、八幡神社前。あた橋中央三丁目仙台駅前。県庁市役所前引く。大学病院前から、交通局前。 アタ橋中央三丁目一番町郵便局前から交通局前、原町駅前課教員県庁市役所前引く大学病院前から交通局前。原町駅前課教員仙台駅前中央三丁目一番町郵便局前から交通局前、原町駅前課教員県庁市役所前引く大学病院前から八幡神社前。 原町駅前課協院仙台駅前中央三丁目、長町駅前広瀬橋中央三丁目、仙台駅前県庁市役所前引く、大学病院前から、交通局前、広瀬橋中央三丁目一番町郵便局、前から、交通局前北仙台駅前二日町、県庁市役所前から、仙台駅前中央三丁目広瀬橋北 仙台駅前二日町県庁市役所前から仙台駅前中央三丁目長町駅前もは、100型も、は1 0 0系1 1 7号なお仙台市交通局の観光路線バスループル仙台の車両として仙台市電が1960年代後半頃採用していたクリーム、オレンジ、緑の三色塗装に似せたものが2017年に登場した。ありがとうございます。